トラビス・ジャクソンは1920年代に活躍したアメリカメジャーリーグの選手。主なポジションは遊撃手。アーカンソー州、ワルド生まれ。右投げ右打ち。ニックネームはストーンウォール。ニックネームの由来は守備範囲が広く機敏な補給、送球が壁にボールが跳ね返るようだと例えられたことから、ジョン・マグロー監督家のジャイアンツで活躍した守備的。 遊劇九1922年、サザンリーグのリトルロック球団からニューヨークジャイアンツに入団。同年メジャーリーグにデビューする。3年目の1924年にはショートのレギュラーとなり、151試合で101個の併殺を記録、打つ方でも打率。302の成績を挙げる。特に広い守備範囲と機敏な動きは他の選手も注目するところとなった。 ロジャース・ホーンスビーはジャクソンについて一緒にプレーしたり対戦したりと何年も彼を見てきたが失敗したところを一度も見たことがないと語っていたジャイアンツには1936年まで15年在籍しワールドシリーズに4度の出場を果たす打撃では1930年の339を最高に3割を通算で6度記録した また守備面では1928年と1929年に2年続けて500以上の補い摩と110以上の兵札を記録している。1934年以降は衰えから三塁を守ることが多くなっていった。1936年シーズン終了後にジャイアンツから放出されそのまま引退する。1982年にベテランズ委員会が アメリカ野球殿堂入り選手に選出した。1987年にアーカンソー州にて死去。ありがとうございます。